2歳の少女の泣き顔泣くとは、ある感情や目の物理的刺激への反応として涙を流す、または目に涙を浮かべることである。泣くことを促す感情としては、怒り、幸福、悲しみなどがある。泣くという作用は、目構造の刺激を伴わずに、涙気から涙が流れることを特徴とする複雑な分泌促進現象と定義されてきた。 関連する医学用語に従類があり、感情によらず、涙を流す反応を言う。泣き方には、むせび泣きや号泣など様々な形がある。すすり泣きと言われる泣き方には、通常、ゆっくりとした不規則な吸気、また時には、息のしゃくり上げや筋肉の新鮮などの他の仕草が伴う。感情的に流れる涙の機能もしくは起源についての問題は未まだ解明されていない。 かぶった痛みに対する反応であるなどの単純なものから他人から利他的な行為を引き出すための非言語的コミュニケーションであるなどのより複雑なものまで様々な理論がある。ストレスを和らげるなどの生科学的な目的に資するものだと主張する者も,もいる。泣くことは苦しみ驚き喜びなどの激しい感情的感覚の言葉しりに対する裁け口、または その結果であると考えられている。この理論は、なぜ人が悲しい出来事だけでなく楽しい出来事があった場合にも泣くのかを説明しうる。人は泣くことの肯定的な面を記憶する傾向にあり、悲しい感情から解放されるなどの同時に起こった前向きな出来事と結びつけている可能性がある。合わせて、こうした記憶の特性は、 泣くことが人に利するものであるという意見を補強する。ヒポクラテスの医学では、涙は四体液節に結びつけられ、泣くことは脳からの余分な体液の浄化作用と考えられていた。ヨーロッパの中世医学では、人間の体液はすべて血液に由来し、感情の中枢である心臓から、感情の公揚と共に目に昇ってくるものであると考えられた。中世フランス語には、 心から目に水が昇るという言い回しが多用されている。一方、中国、秋雨の薬事書、本蔵項目においては、涙は肝臓の組織液であり、心の経が急死的感が揺れ動くことで、液道が開かれ、涙が出てくる胸が記されている。ここでは、涙が塩辛く、毒性を持つものと説明され、母親が子を抱えながら涙することは、 悪影響をもたらすと説明されている。ウィリアム・ジェームズは、感情を理性的思考に先立つ反射として考え、泣くという生理的反応は、ストレスや刺激と同様に、恐怖や怒りなどの感情を、視覚的に認識するための前提条件であるとした。ミネソタ大学の生科学者ウィリアム・ h フレイ2世は、人が泣いた後に、すっきりするのは、ストレスに関連するホルモン。 特に副腎皮質刺激ホルモンを排出することによるものだと指摘した。泣いている時に粘膜の分泌が増加する現象と合わせると、泣くこととはストレスホルモンの水準が高まった際に、これを処理するための人間に発達したメカニズムである、という理論を導き得る。しかし、涙が化学物質を排出する能力は限定的であり、この説も説得力に欠ける。 スペインガン科学会のフアン・ムルーベ会長は、涙腺を通過する血液の量は、体の5リットルの血液と比較して、小さいことを報告している。また、呼吸や汗などの他の軽度の体排泄方法とは異なり、涙はほとんどが体に再吸収される。人間が感情的反応として涙を生成する唯一の動物であるかは、議論がなされてきた。チャールズ・ダーウィンは、 人及び動物の表情についての中でインドゾウが悲しい時に涙を溜め込む様についてロンドン動物園のインドゾウの飼育員から語られたことを記している近年ではカルロ・ブイベリーニが泣く行為を分析しほとんどの動物は泣くことができるが人間だけが心理的感情から涙を流していると結論づけた涙を流すことはおそらくミラーニューロンネットワークを通じて 共感を誘うとともに、頬を伝う涙のマッサージ効果によって誘発される、ホルモンの放出、または、すすり泣きのリズムの解消を通じて情緒に影響を及ぼす行動である。近年の泣くことに関する心理学的理論は、泣くことと無力感の認知経験との関連性に重きを置いている。この見地に立つと、無力感という基本的経験から一般に人が泣く、 理由を説明することができる。例えば、人が予期せぬ朗報を受け取った時に泣くのは、表向きには、起こっている事態に対して無力である。影響を与えることができないと感じるためである。感情性の涙は、進化論の文脈にも位置づけられてきた。ある研究では、泣くことは、資格をぼかすことで、攻撃的、防御的な行動を不利益にし、情報、要求、または、 愛着を示す確実な記号として機能しうるとする仮説を立てている。テルアビブ大学の進化心理学者オーレン発尊は、泣くことは攻撃者に対し脆弱性や服従を示し、傍観者からの同情や援助を求め、互いの愛着を示すものであると主張する。進化心理学に従う別の理論がポールディ・マクリーンによって提唱されている。彼は、 泣き声ははじめ、親と子の再会を助けるための、別れ泣きとして使われたと主張する。彼の推論によれば、涙は、大脳の発達と火災の発見とが結びついた結果で、ある。マクリーンの考えでは、初期の人類は火に大きく依存していたため、彼らの目は煙に反応して、しばしば反射的に涙を作り出していた。人類の進化に伴って、煙がおそらく人生の喪失。 すなわち悲しみと強く結びつくようになったのである。感情の社会的、文化的側面に注目する、感情社会学では、まずある状況に対する、初期的感情があり、それを、この場ではこう感じるべきであるという状況に照らして、経験し直す二次的感情が存在するとする。ホックシールドは、場にふさわしい感情の持ち方を、感情規則、それに基づく感情の再経験を、 感情管理と呼んでこれを定式化した。例えば葬式で泣く場面においては、泣いて良い優先順位が個人との関係によって、規範的に決定されている。葬式で実際に泣くのは、主として、ごく近親者に限られており、近親者でない人間が泣いていれば帰っていぶかしがられ、何らかの関係性が詮索されることになる。それは、 他者の死を悲しんで泣くという行為がその人との濃密な経験の共有を必要とすることを意味する。しかし実際にはフィクションやノンフィクションにおいて多くの人が涙を流している。ここでは泣くという行為を促す制度化された物語が空間的時間的広がりをもって共有され消費されている。日本の卒業式において泣くという経験は 同級生集団の解体に伴って、個々人の経験を集合的記憶に包括させ、一つの共同体のメンバーとしての地位を確認する制度的、儀式的行為である。こうした経験は、明治30年代以降に進んだ、尋常小学校の卒業式の劇場作品化という日本の感情文化の形成に大きく関係している。すなわち学校教育が浸透していく中で、 式典に感情適当やの役割が求められるようになり、喜びや悲しみを共有する感情の共同体を作るための仕掛けとして、卒業証拠や卒業文集などが生み出されてきた。ここに至って卒業式で流される、こらえられる涙は感情の共同体の象徴となったのである。卒業式に限らず、結婚式や追悼式など、あらゆる儀式は程度の差はあれ、 特定の感情と強く基本的に結びついている。ここでは参加者は感情を持っていないとしても、その基本的感情に従うか、少なくとも侵害しないことを求められる。そこでは、楽類を促すための物語展開の組み立てを、通じて共同化された涙が演出され、個々人がある属性へのアイデンティティを引き受けることを期待されているのである。愛国的な悲しみから涙を流す。 フランス人男性ポジティブなものとネガティブなものという相違なる2種類の泣き方を区別する試みは数多く行われてきた。経験される感情の検証と両タイプの対照性を把握するために3つの次元に観点が分けられている。空間的観点からは悲しみの涙はそこに働きかけるものとして説明される。例えば家庭や死んだばかりの人の元にいる場合である。 対して楽しい時の泣き方は、ここにいることを認知する行為である。この場合は例えば知人の結婚式のように、その人の立ち位置についての強い自覚に特徴を付けられる。時間的観点は、泣くことをやや異なる見方で説明する。この観点では、悲観に暮れる泣き方は、後悔をもって、過去を見る視点か、恐怖を伴った未来への視点に起因するものである。ここでは、 泣くことを、誰か、何かを失うことや、もっと長くその人、物と時間を過ごすべきだったという後悔の結果として、あるいは来るべき出来事に対する緊張の結果として、描き出している。喜びの結果としての涙は、あたかも永遠であるかのような瞬間に対する反応であり、人は幸福な、不滅の現在の中に固定されている。三つ目の次元は、講師の視点と呼ばれるものである。 この観点は2種類の泣き方を、私的に知られている自己自身の機微、あるいはその人の公的なアイデンティティを示唆する方法として描き出す。例えば喪失による涙は、内なる苦しみに対処するための助けを求める、外界へのメッセージである。あるいはアルトル・ショーペンハウアーが提起したように、悲しんで泣くことは、自己憐憫や、慈自愛の一つの手段であり、自分自身を慰める方法である。 喜びに泣くことは、これと対照的に、美、栄誉善の見返りである。泣く、子供人が泣く環境はその人の経験によって異なるという多くの心理学者の考えに基づけば、泣くことの生物学的効果を観察することは非常に難しい。しかし、実験室内での泣くことに関する研究でも、心拍数の増加、発汗 呼吸数の低下などの身体的効果がいくつか明らかになっている。人が経験する効果の種類はかなりの程度個人差があるようだが多くの場合、呼吸数の低下といった鎮静効果は負の効果よりも長く持続するとみられる。このことはなぜ泣くことが役に立つこと、良いこととして記憶されるかの説明にもなりうる。涙気の概略図涙には基本的な涙、 反射的な涙、感情の涙の3つの種類がある。基本的な涙は、毎分約1から2マイクロリットルの速度で生成され、目の潤いを保ち、角膜の凹凸を滑らかにするために作られる。反射的な涙は、玉ねぎを切るときや目を疲れたときなど、目に刺激を与えた場合の反応として起こる涙である。感情の涙は、涙気系で生成され、 感情の状態に従って涙が放出される。類腺と脳の感情に関わる領域とはニューロンで結合されている。ユダヤ人に多く見られる遺伝性の神経疾患である家族性自律神経失調症は特徴的な症状として感情的な涙が生成されないことが挙げられる。涙気系は涙を生成する分泌系と涙を排出する排泄系とで構成されている。 類線は主として感情的または反射的な涙を生成する役割を果たす。涙が作られると一部は瞬きの間に蒸発し残りは涙点を通って排出される。涙点を通って流出した類液は最終的には鼻から排出される。涙点に入らなかった余分な類液はまぶたの上に落ち泣くことで涙として流れ落ちる。 感情的要因から泣くときに分泌される涙は、他の種類の涙とは、科学的組成を意味する。この涙には、プロラクチン、副腎皮質刺激ホルモンロイシン、マイナスエンテファリン、さらに、カリウムとマグネシウム成分が、はるかに多量に含まれている。泣くことの最も一般的な副作用として、泣きを伴わない場合には、喉と異常感渉として知られる、喉の腫れるような感覚がある。 喉と異常感は多くの要因から起こりうるが、泣いている際に感じるものは、交感神経系のストレスに対する反応である。動物がある種の危機にさらされたとき、交感神経系が動物に戦うか逃げるかを可能にするプロセスを指導させる。消化などの不要な身体機能を停止し、必要な筋肉への血流と酸素量を増加させるなどである。 人が悲しみなどの感情を経験したときも、交換神経系は、このような形で働く。交換神経系によって高められる、機能の一つに呼吸があり、空気の流れを増やすために正門が拡張される。この交換神経の反応が起こると、副交換神経系は、高ストレスの活動を抑制し、消化器を動かすなどの回復プロセスを促進して、 直ちにこの反応を止めようとする。消化には塩化も関わっており、食物が口頭に入るのを防ぐために完全に拡張した正門を閉じる必要がある。一方で、正門は人が泣いている間ずっと開こうとする。この正門の開閉をめぐるせめぎ合いが喉が腫れるような感覚を作り出している。泣いている時の他の副作用としては一般に唇の震えや鼻水、 不安定で激しい声などが上げられる。泣く頻度とその1回あたりの長さについては年齢、性別、文化による差がある。ドイツ岩科学会によれば泣くことに関する様々な科学的研究をまとめた結果、平均的な女性は年に30から64回、平均的な男性は年に6から17回泣くことが分かった。また、男性は2から4分間、 女性は約6分間泣き続ける傾向にある。女性では65%の例ですすり泣きへの移行が起こるが、男性では6%しか起こらない。ただし思春期までは、精査はほとんど見られない。メキシコでの乳児を対象とする研究の場合、1日に泣く回数と平均の長さは、生後第1週の35回3.8分が最大で、その後は前減する。 また、思春期の男女に関しては、年を追うごとに性差が大きくなり、その要因は女子における共感性の発達によるものと結論付けられている。ベヒトとビンガーホートによる2002年の研究は、泣く頻度に関する国ごとの差異を調査している。世界平均で男性が月に1回、女性が2.7回泣いているのに対し、例えばアメリカが死臭国では、男性が1.9回。 女性は3.5回泣いている。また、いずれの国でも女性の方が泣く頻度が多かったが、オランダでは男女の間に2.5回もの精査があるのに対し、ネパールでは精査はわずか0.1回であった。2011年にオランダで行われた37カ国での調査に基づく文化比較研究では、泣きやすさやその精査と国民性、経済的条件、 表現の自由などとの関連性が検証された。結果、経済的条件による苦痛よりも、表現の自由と国民性に依拠していることが指摘された。泣く頻度の精査については、裕福かつ民主主義的、個人主義的な国において大きくなった。泣いている、新生児性を上げて泣くことは、乳児の唯一のコミュニケーション手段である。ほとんどの低級は、空腹。 不快感、恐怖や親からの分離に反応したものである。そのような定給は正常なもので、一般的には授乳や飲食、月譜、おむつ交換、抱っこなど要求が満たされると止まる。生後3ヶ月を過ぎると、このような定級は頻度、時間ともに少なくなる。養育者が要求を満たしてもなお泣き続けたり、長時間にわたって泣き続ける場合を過度の低級と言い,い。 医学的診断の対象となる。乳児は単一の声しか発していないわけではなく、その形態には三つの種類が認められる。一つ目は、基本的な泣き方で、泣く泣きやむのパターンを伴う規則的な泣き方である。ここでは、まず短めの間隔をあけて泣き始め、次に吸気によって短い高音の適音を鳴らす。その後、短い休止を挟んで次の泣き方に移る。 空腹がこの泣き方を起こす代表的な刺激である。怒り泣きは基本的な泣き方によく似ているが、さらに余分な空気が発生時に押し出されることで大声で突発的な泣き声となる。この泣き方は基本の泣き方と同じ時系列に特徴を付けられるが、様々な位相成分の長さの違いによって区別される。三つ目の泣き方は痛み泣きで他の日パターンとは異なり、 前兆となる静かな泣き声を伴わない。痛み泣きでは大声で泣いた後にしばらく息が止まる。ほとんどの成人は乳児の怒り泣きと痛み泣きを弁別することができる。親は大抵自分の子供の泣き声と他の子供の泣き声の聞き分けにもたっけている。2009年の研究で赤ん坊は両親の声の抑揚を真似ていることが明らかになった。ティーベリー・ブラゼルトンは 角の刺激が乳児の低級を導く要因であり、積極的に泣くことには角の刺激を排出し、赤ん坊の神経系が向上性を回復するのを助けるという目的があると指摘した。カルロベリーには赤ん坊の泣き声の特徴と痛みの程度に相関があることを発見したが、泣く要因とその声の特徴の間には何ら直接的関係は見出せなかった。 赤ん坊が明確な原因や潜在的な医学的問題がないにもかかわらず激しく泣くこともあり、特に夜や夕方に起こることが多い。これらは夜泣きや黄昏泣きと言われる。乳児の10から40%に見られ、罹患率は男女間で同等であり、授乳のタイプ、妊娠期間、社会経済的状態との相関はない。3歳児以降では、 夜への恐怖が夜泣きの一般的な原因となる。シェーラ・キッチンガーは母親の出産前のストレスレベルとその後の乳児が泣く量との間の相関、またはアストラウマと低級の間の相関性を見出した。参加の医療介入を経験した母親や出産中に無力感を感じさせられた母親は他の赤ん坊よりも泣きがちな子を持つ傾向にあった。キッチンガーは 泣き声を止めるために次々と治療法を試すよりも、母親が赤ちゃんを抱き、泣くままに任せるよう進めた。別の研究でもキッチンガーの発見を指示する結果が出ている。出生時に合併症を経験した赤ん坊は、生後3ヶ月の時点で一息に泣く時間が長く、またより頻繁に夜泣きで起きることが分かった。アレサソルターは、こうした様々な知見に基づいて、 乳児の提供についての一般的な感情解放理論を提案している。乳児が空腹や痛みなどの他の要因を排して明白な理由がなく泣いている場合、泣くことが有効なストレス解消メカニズムとなっている可能性があると彼女は示唆する。彼女はこのような赤ん坊を落ち着ける手段として腕の中で泣かせるアプローチを推奨する。赤ちゃんをなだめ、 落ち着かせるもう一つの方法は、親しみがあり、居心地の良い母親の子宮の環境を維持することである。ロバート・ハミルトンは、親が赤ん坊を5秒で落ち着け、泣きやませることのできる技術を開発した。病気によって、過度の低級が起こることも5%未満の割合で、見られる。低級を起こす、それほど深刻ではない原因としては、移植同逆流症。 手指やつま先への毛髪の絡まり、目の表面の傷、劣行、中耳の感染症などがある。重篤な原因としては、腸閉塞、心不全、髄膜炎、頭蓋内出血を起こす頭部の怪我などが挙げられる。重い病気の場合にはもっぱら嘔吐や発熱など、他の症状が伴うため、親は大抵何か深刻な問題があることに気づくが、過度の低級が最初の兆候になることもある。 以下のような症状は、低級の原因が病気であることを示すものである。葬式で泣く女性たち多くの社会において泣くことは、しばしば人間的弱さ、情緒不安定、苦痛、ごまかし、死別などと結びつけて理解される傾向があり、従って女性的なもの、ないしは子供っぽいものと理解されてきた。こうした理解は、泣く人と泣かれる対象の間の権力関係に、 結びつくこともある。総礼において、多くの人々から泣かれることは名誉であるとされ、世界各地には儀礼において泣くことを専門とする、職業も数多く記録がある。韓国をはじめとする東アジアでは、泣き女という職業が知られている。韓国は泣く文化が根強く定着しているとしばしば考えられているが、朝鮮の受教社会において、男性の泣きや笑い、 怒りといった感情の発露は慎むべきものとされていた。泣き女のような風習が商売として成立したのも、こうしたジェンダー的規範による大国が行われていたからである。台湾総督府に勤めた鈴木誠一郎は台湾での早々儀礼について記述している。台湾では人の姉妹には決して泣かず、死後競って泣き出す慣習がある。泣く際には、 赤別の字が添えられることが普通であり、この字は泣きなんと呼ばれている。ここでは、男性も泣くことを拒まれないが、女性が泣くものという印象が強い。これには、以下のような伝説が知られている。周王朝の末期、正の国王に仕えた反針が炉に攻め入って戦死した。際、正国王が激怒して、炉を攻撃すると、炉は謝罪して、貢ぎ者と共にその泣き殻を返した。 半張りの遺体が妻、孟教のもとに届けられると思う教は合国して、それを迎え、国王や支中の者にも感動を与えて、異国人の死に際しては合国することが習慣となったのである。中東のイスラム圏でも、僧礼や結婚式、活霊式において、泣き女の習俗が残っているが、これは古くイシス信仰に起源を遡るとされる。また、旧約聖書のエレミア書には、 以下のような記述がある。万軍の主はこう言われる。よく考えて、泣き女を呼べ。また人を使わして巧みな女を招け。彼らに急いで来させ、我々のために泣き悲しませて、我々の目に涙をこぼさせ、まぶたから水を溢れさせよ。シオンから悲しみの声が聞こえる。それは言う、ああ、我々は滅ぼされ、痛く、恥ずかしめられている。我々はその地を去り。 彼らが我々の住みを壊したからだ。S、エレミヤ書、9時17分12イマーム派では、泣くことを殉教した指導者たちに対する重要な責務であるとみなしている。イマームの一人である夫妻を真に愛する者ならば、彼が味わった苦しみや迫害を感じることができる、彼のコックの大きさゆえに、真とは涙と悲しみに襲われると彼らは信じている。 信ぜられる者の,の痛みはそのまま信ずる者の,の痛みであり、ふサインのために泣くことは真に愛することの因内し、表現である。イマームたちはとりわけ、ふサインのために泣くことを推奨し、この行為の報いについて語ってきた。聖教会とカトリック教会では、涙は真の改春の印であり、多くの場合望ましいこととみなされている。真の改春の涙は、 悔い改める者の,の洗礼を早期させるという点で、神聖な者、罪を許すのに役立つものと考えられている。一方、僧霊において泣くことを良しとしない文化もある。例えば生と死を最善と区別するマダガスカルのベーズの社会では、少女との愛着を断って、それへの最悪を防ぐために、葬儀における親族の涙を断ち切る工夫が行われている。柳田国夫は、 泣くことは、元来、泣くの字を当てるように声を上げる意味で用いられたものが、泣くなどの字を当てるようになったことで涙と結びつくようになったとする。また、悲しいという言葉も本来は感動の最も切なる場合を表す言葉であって、悲哀の情と結びついたのは、学問的影響であると述べる。古事記や、日本書記では、泣くの語に、国、定、なる。 泣きなどの字を当てていて、恋に焦点を当てるか、涙に焦点を当てるかで、用事は異なってくる。平安朝の文学、伊勢物語、紫式部日記、さぬき天使日記などにおいては、泣くと涙に明確な使い分けがあり、声を立てて泣いた場面では、泣くが用いられている。国海神話において、イザナギの涙から生まれたとする泣き沢めは、水人としての性格を持っている。 日本初期には鳥たちが雨若彦の模様において早々儀礼を行う場面で泣き者が登場する。古代儀礼において死者を弔い泣く役の女神として泣き沢目が存在した可能性もある。1940年代に柳田の報告するところでは、僧礼における泣き女の風習はすでに見分し得ないが、 葬儀の日には誰でも泣くべきものという慣習はつい最近まで存在したという。一方で、柳田の言う、神や霊を送る、祭の演技的な泣きに関する祭りは近代にも多く伝わっている。例えば、神奈川県の馬入川流域では子供たちによる泣き祭りの記録があり、3月の節句の流し日なの、祭には悲しくなくても泣かねばならないという記録がある。 菅江雅美は、津軽民間屋における盆の15日の玉迎えの儀式で、子供たちが泣き合う様子や、欧州平泉の花立山で、藤原元平の妻の命日である4月20日に、行われていた泣き祭について記録している。戦争時の泣き相撲赤ん坊が泣き出すまでの速さを、競ったり、泣く様子を見守る泣き相撲なる行事は、東京の戦争時をはじめとして、 長崎県平戸市の西京寺、栃木県鹿沼市の育子神社、熊本県上天草市の河岡川不動神社などに伝わっている。相撲という形を取らないまでも、この種の行事は、宮参りの習俗の中に一般的に見られたものであった。ここでは氏神様に赤ん坊の存在を知らせるために、神前でわざと泣かせるような行為が行われていた。すなわち、赤ん坊にとって、 泣くという行為が存在を主張する最大の手段と考えられていたと言える。悲しみの涙は古今東西を通じてしばしば雨や海、川、湖の水などになぞらえられている。ヨーロッパでは古くは一世紀のオーディティウスの変身物語にその例を見ることができるし、不思議の国のアリスには涙の池と題する一章がある。日本では悲しみに暮れる様は枕も浮くばかりの涙。 アズ鏡の蘇我重郎、五郎兄弟の敵討ちのエピソードにちなむ、虎が、雨という表現が、初夏の雨の別名として、江戸時代に定着している。ヨーロッパ世界教の累積文の起源となった、アーサー王物語に登場する、キシブランの紋章をキリスト教社会において泣くことは、悲しみの表現を超えて、イエスの受難への哀れみ、ひいては神への熱い献身の証であった。 すなわち、キリスト教は、涙を流す行為に、魂の救済としての意味を持たせ、また、開梱の涙に、浄化の機能をも持たせたのである。中世ヨーロッパ社会には、非伝の助成詞が多く綴られているが、それは、恋人の心を得られない悲しみの感情表現というよりも、いかに恋人を愛しているかの証としての意味を持っていた。恋の炎に煽られて、涙を流し、 涙を流せば流すほど愛が募るという標語は、やがて上流期というエンブレムに結実した。愛は、障害があればこそより一層強くなるという、恋愛観は、フランス文学の伝統である。中世から近世ヨーロッパでは、言葉の習字に対応して、雲と雨粒、浄露、目そのもの、さらに三色スミレや、お玉木などの花々が、恋や悲しみの表彰として用いられていた。 鳥では喜びを歌うナイチンゲールに対比して、悲しみの声は、フクロウの鳴き声に象徴された。色で言えば、悲しみの表彰は黒色、または、高褐色であった。今日の涙の表彰として、最も一般的な類的文が現れたのも、同時代の文学史上においてである。アーサー王物語に登場する、喜び知らずの異名を持つ騎士、ブランの紋章として用いられたのが、 類的文の起源であり、中世末期になると、現実世界においても表彰に類的文を用いるものが現れた。これは、アーサー王物語が貴族男子の作法書、すなわち騎士道の基範としての意味を持っていたからである。これが、ブルゴーニュ家やアンジュ家などで頻繁に模様された、宮廷の武芸試合において演じられることで、類的文は、心情表現としての地位を獲得するに至った。 類的文は中世末期における秘伝の女上詩の流行とも交応し、16世紀以降の文芸にさらなる展開を果たした。涙のレトリックで名高い詩人、ペトラルカの女上詩が近世に見直され、ペトラルキスムの風潮がヨーロッパに広がるにつれ、恋の涙は表彰から文章へと表現の場を移し、上記のような複雑なモチーフの展開を遂げていった。 累積的文は後に死と結びつき、ぶっこ者への哀悼の表明として、近代社会まで生き残った。例えば18世紀末の革命期に牢獄として用いられた、パリのコンシェルジュリーと呼ばれる部屋には、ここで2ヶ月を過ごしたマリー・アントワネットの記念碑が置かれ、その背後には黒い壁面に白くかたどられた雫を見ることができる。パリでベルを鳴らしながらぶっこ者の葬儀の予定を伝えた。 死亡通告人のユニフォームにも類的文が描かれていた。ありがとうございます。